お疲れ様です。10月1日に私ね、キックボクシングの試合があるんですけども、今はパーソナルトレーニングの段階に入ったんですよ。このパーソナルトレーニングは、1時間1万円で、マンツーマンで受けるんですよね。まあ、それこそ私、個人にフォーカスしたトレーニングを、トレーナーさんが考えてくださって、そしてやってくださるわけですけども、やっぱりね、これがね、私の弱点とか、それから特徴を生かした非常にいい、組み立て方になってるかなと思いますね。で、当然ですけども、こうやって自分にフォーカスしたレッスンっていうのは、まあ、それなりの価値を帯びてきますから、それなりの金額になると思います。1時間1万円といえばね、なかなか時給1万円の仕事はないと思いますけども、まあ、私は逆に言うと、1時間1万円でプロを雇って自分を強くしてもらうために、時間っていうものをね、使わずに済むようにしてるわけなんですよね。非常に高いエッセンスがその中に込められていて、私自身ね、このキックボクシングのオンラインジム、リファイトクラブっていうのを自分がね、立ち上げてやらせてるわけなんですけども、非常にいい形になってきたなと思いますよね。当然ですけども、コンサルってなんで高いかっていうと、マンツーマンだからでしょうね。だから、グループコンサルっていうのもよりも、せっかくね、30分とか1時間使うんだったら、自分一人に向けてのコンサルを買い取った方が、結局はお金を払った方が得だってことになるわけなんですよ。やっぱ人生ってのは限られてますから、じゃあどんなに頑張ってもね、人生の時間を長くすることはできない。ただお金を投入することによってすごく密度の高い時間を買うことができるんで、結局できる人ってのはここに目をつけてるんですよね、きっとね。お金で解決するところは多いなってこと。で、お金をかけないと時間ばかりかかって、そして回り道が結構多いんですよね。もちろんそれで成功しないとは限りませんけども、でもやっぱりね、限られた人形で、人生で早く挑戦して早く結果を出したいと思ったら、最短ルートをお金で買うってことじゃないかなと思うんですよ。ディズニーランドも確か待たずに乗るためには、なんかスピードパスみたいなの買いますよね。だから、一日をよりレベルの高い楽しみ方をするためには、何かしらのお金を払って、お金を払えない人よりも先に行く必要があるんじゃないかなと思いますけどね。